はい、じゃあ今日も、最終は始皇帝本期から、第25回になります。始皇帝6年から8年終わりましたね。そうですね。はい、はい、お願いします。皆さんこんばんは。前回ですね、ここを勉強しましたね、特に老愛ですね、はい、老愛に骨の大小を問わず欲しいままにさせた。つまり老愛はですね、始皇帝のお母さんですね、はい、母太后と言いますけれど、母太后の愛情を独占しましてね、うん、そして母太后の体験をですね行使して、まあ、自由気ままにですね政治を浪談するようになったんですよね。それを見てですね、呂不韋は腹らしだしたんですよね。そりゃそうですよね。わしのチンピラが思いもかけぬですね、母太后のいわば愛情を被ってね、そして権力を行使するようになったら、それがですね面白くてしょうがないわけですよね。みんながペコペコしますしね、自分で思うままにですね、誰をどうするかということもできますしね。しかしね、そのうちに問題が大きくなる可能性があるわけですよね。始皇帝もですね、即位したのは13でございますけどね、だんだん大きくなるわけですよ。そうすると事の次第が分かってくるわけですよね。呂不韋が母太后の相手をしとったんでございますけどね、それがバレそうになりましてね、これはいかんということで呂不韋をあてがったわけですよ。しかし呂不韋はですね、まあ良きに反してというかね、とにかく権力の面白さというかね、それに酔ってしまってですね、ここに書いてございますように、事の大小となく愛において決す。つまり皇帝が要衝でございますからね、全権を母太后が呂不韋の貢献のもとに行ってたんでございますけれどね、寵愛がですね呂不韋に移ると、呂不韋がそれを行使するようになるわけですよね。呂不韋であれば権力の恐ろしさもわかるわけでございますからね、慎重に行うわけでございますけどね、町のチンピラだったやつがですね思わぬ地位に上がりますからね、喧嘩者がないわけですよね。一方始皇帝はだん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 大きくなるわけですよね。事の次第が分かってくるわけですよ。そうするとですね、呂不韋は怖くなったんですよ。ね、このまま行くとですね、大変なことになる。呂不韋をですね、落とさなか、つまり通用しなくちゃいかんということですよね。ではどうするかということで、呂不韋はいろいろ考えた。あえくですね、ね、呂不韋がクーデターを起こすような方に持っていこうとしたんです、うん、正式の裁判をするということになりますと、裁判の場でですね、誰が呂不韋をですね高級に入れたか、誰が呂不韋を宦官ということで、実際は宦官でない大きなものがついているものをですね高級に入れたか、これは分かるわけですよね。それで呂不韋がクーデターを起こすような形に持ってこうとしたんです。ではどういう策を考えたかといいますと、
老愛が母太閤の間に二人の子供を作ってる。そしてその一人をですね、将来王に したいというような企みをしてるんだということをですね、老愛が人を何人も通じてですね、自分のところにですね、その事の始末が来ないようにして告白させたんです。秦はですね、法治国家でございますからね、秦と証拠をですね出さないと告発者が処分されますね。しかし証拠は明らかですよね。老愛と母太閤の間に二人の子供がいるわけですよね。母太閤というのは妊娠すると宮殿を出て陽というところに行って、そこで産んで、あとは知らん顔して戻ってきとるんですよ。二人まで子供があるということをですね言えば、当然老愛はですね官と追求の手が伸びるわけですよね。官の追求の手が伸びて捕まって裁判ということになれば、誰が老愛を紹介した、老愛だということで、老愛もですね犯罪者になる可能性がありますね。そこで老愛は、老愛はですね告白するとともに、老愛の方にですね、お前と母太閤の関係がどうもバレたらしいと、そのうちにですね始皇帝がお前を捕まえに行くからね、お前は覚悟しておいた方がいいということを言ったんですよね。老愛はこれは大変だということで、そうなったらクーデターを起こそうということで、はい、対抗策を考えるわけですよね。そしてクーデターが起きればクーデターを鎮圧するという目的で老愛も軍隊を出しましてね、その騒乱の中で老愛は老愛を殺そうとしたんですよ。こういうですね二正面からのいわば謀略を老愛は考えたんですよね。じゃあそのことを前提にちょっと先を言いますよね。9年彗星現る、あるいは天を覆う魏の丹保陽を攻める、4月上陽に祝す、4月に上というのはこれは始皇帝のことを言うわけですよね。始皇帝をですね上ですか、敬意を表して、うん、まあ上ですね、はい、日本で言うとお上という意味ですよね。あ、なるほど。始皇帝が陽に止まったということですよね。陽というのは当時の咸陽という都のですね少し西の方にあるのが陽というところですよね。ちょっと地図でお示しいたしますと、秦の都が咸陽ですね。ここが咸陽ですね。咸陽からいや西の方に陽というところがありますね。陽ね、これは陽ですね。ほんのちょっとですね。陽ね、もともと陽のところにですね、陽のうちに秦の都があったんですね。あ、それをですね周王が都を移すという権限をいたしましてね、はいはい、移したんですよね。はいはい。周王はですね富国強兵のためにですね非常に法律を厳格にいたしましてね、みんなのですね怨嗟の声を受けまして、結局最後は昭和ですね車列で車崎の刑に遭いましたけどね、この車崎というですね刑を考えたのも昭和とされておりますね。うん、昔からあったんじゃない、昭和が
車列というですね、車だけという刑を考えたんですね。昭和いろんないいこともやったんですよ。そうですよね。最後はね、あまりにもですね、すごい政治をやったがために恨まれてね、彼も車だけの刑で亡くなったんですけど、ございますけれど。では、四月上、陽に祝す。はい。陽というところでですね、元の都でですね、始皇帝が止まったんですね。金曜、王冠す。この木と雄というのもですね、こういう十冠と十二支ね、これを合わせて、ね、年を表示するんですよね。あ、なるほど。前にですね、陰の時代のね、六中冠詞の見方説明しましたね。その六中冠詞を使ってですね、十冠十二支でですね、60年をですね、表示できましたよね。そうですね、できますね。その貴有の年に王冠す、王冠、つまり成人式をやったということ。9年というと始皇帝は13年で即位しておりますから、13でね、はいはいはい、この時22ですよね。そういうことですね。遅いんですよ、ね、遅いですね。異例ですね、うん。なぜ遅いかということが、まあ、理由は分かっておりませんけどね。あ、分かってないです。幼い、遅くやったということですよね。戦いに明け暮れてて、そんなことやってる暇がないということかもありませんけどね。ちょっと遅れたということですよね。で、そして剣を帯びたと。さて、長信公、愛、乱をなして現るということですよね。先ほど全体の話をしましたよね。クーデターを起こそうとしたんですよね。それは、老愛が始皇帝のお母さん、母太后との間に子供二人作りましてね、その一人を王にしようと企んでいるというですね、告発がありましたからね、当然謀反人でございますから、始皇帝は軍隊を出して捕まえようとするんですよね。さて、その場合もね、軍隊をね、直接出すんじゃないんですよ。直接出すとすると、相手が警戒しますからね。したがって、密かにですね、始皇帝が、陽の都に入ってね、そこで挑発するんですよね。名前は、祭祀のためとか、あるいは、狩りのためとかいうことでですね、旅行先で軍隊を挑発するんですよね。そういうことになる、なっとるんだということをですね、老愛がですね、前もってですね、情報を流しとるんですよね。偽情報ね。老愛はですね、始皇帝がやってきたら、やっつけようということでですね、軍隊を挑発してるんですよね。その先を言いますよ。長信公、愛、乱をなさんとして現る。ね。クーデターを起こそうとして、そのことがバレてしまったということですよね。ああ、そういうことですか。王の御事及び太后の字を偽って、つまり、老愛がですね、軍隊を起こすためにはね、王の命令である、王の藩を使う、あるいは太后の命令である、太后の藩を使わないといかんわけですよね。王の御事と太后の御事を偽って、そして軍令を出すわけですよね。
持って検察県の兵隊、それから英卒、これは近衛兵、それから官旗、近衛の兵隊、ね、近衛の旗兵ですよね。それから重敵、軍港の社員、これはですね、まあ西の方のですね、いわゆる恵比寿のですね、家来、そういうものを発した。つまり王のハンコを使い、大公の印鑑をハンコを使ってですね、挑発したわけですよね。そしてまさに記念宮を攻め、乱を出さんと越す。記念宮というのは始皇帝が海洋からやってきてですね、世の昔の都の記念宮にこもってですね、牢をやっつけようとしてるわけですよね。記念宮を攻めて乱をなさんと押した。おう、これを知る。お前もう事前に知ってるわけですよね。そして相国、相辺君、相文君に礼して、相国というのは最小の上の位の相国ですよね。相栄君、相文君というのはこれは祖の国、祖という国ですね。ここにありますね、祖の国、はい、この相栄君、相文君というのはこの祖の国のですね、皇子なんですよ、ね、王族ですよ。秦という国はですね、国籍が問わず才能あるものは使おうということでございましてね、したがってその国の皇子であっても能力のあるものであれば、秦の始皇帝は最小の位につけてですね、使うわけですよね。最初の位にその皇位の相栄君と相文君がついておりましたから、それにですね命令を下しまして、相栄君、相文君は卒を発して兵隊を連れて愛を攻めたわけですよ。愛を攻めた、うん、ね、関陽に戦い、関陽首都ですね、首都、人は先ほど言いましたね、伊予というのはここにありまして、これは元の都ですね。で今の都は関陽ですね。関陽に戦い、首を切ること数百、皆釈を廃す。戦士として戦った者にはね、釈を与える、釈位を与えたんで、一番下の釈位ね、および患者皆戦いに中にあるも、また尺一級を廃す。患者というのは、これは去勢した奴隷ですね。宦官ですね。宦官。宦官もですね、戦った者にはね、尺一級を与えたと言ってね。はいはい。どくら敗走する。始皇帝がね、攻める場合は万全と準備をしていきますからね。愛はですね、ある程度の兵力は持ってますよね。それはそうですよね。一応ですね、諸侯ですね、長信侯というですね、諸侯の位であり、職格もですね、千人いましたしね、家来は、まあ、数千人いましたからね。しかもですね、インチキのいわば挑発令状を使ってですね、県の兵隊とか近衛兵とも挑発しておりますからね、ある程度戦います。そうですね。では
ドグラ敗走したという先はですね、時間が来ましたから、はい、次回またお話ししましょう。はい、じゃあ続きお願いします。